みんな小あずきということで、皆さん、あの先日ねマリリン先生にぷよぷよの極意を教わりまして、あれから鍵積みの練習をめちゃくちゃしてきました。で、鍵積みでまず5連鎖をまあ出すできたら畳みかけていきたい。練習の成果を皆さんに見せたい。では成果を成果を見てほしいなと。あ、間違った、違った、あ、これ横だった。こうで、あ、こうで、こうして、で、これで発火できましたぞ。これでどうだ。はい、5連鎖という感じで、この基本形を覚えてきましたが、こっから先はよくわかんない。お、見事、やった、やったぜ。この5連鎖から先が進めない問題。そうそうそう、ここで3いける ?3 いけない、3いけない、3いけない、3いけないの。いろいろ練習してて分かったのが、 CPU のキャラクターによって強さが違う。カー君強いかった。速さが必要。ちぎるちぎるちぎる、あーちぎる、あー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 、待って、あー待って、緑緑が来ない、緑よ、あー来ない、あって紫来い、きききききき、あ、間違えこのように間違えます。これ、あ、いけない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 、早いよ、カーク、カーク、待って待って待って、大打撃、カーク早いよ、カーク早いよ、グーグーしないで、グーグー来るな、グーグーするな、あーこれでちぎらなくて、あ、もうカーク、いけ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 、よしよっしゃ、5連鎖だけはできる女になってきた。もうこれ早く、1、2、はい、5、いけ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 、5、よし、ナイス、カー君、カー君に勝利。いけいけ、5、でもなんだっけ、めっちゃ強いのがワッコール先生のテトリス。いや、これだからもう速さ勝負、完全に速さ。あー、なんか、いや、あー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 、待って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 、早い、なんか終わりの音がする。待って、早い、ちょっと、う、あー、もうダメだ、あーあーあー、早い、ちょっと待って、あー、早い早い、あー、間違った。楽しかった、終わりの音。テトリスですね。いや、待って待って、テトリス早いよ、テトリス早い、あ、もうダメだ、ここで終わってしまう。待て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 、こうしてギャ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 、テトリスですね。あ、間違った、そこは違う。そこは違う、はっ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 は、あ、奪っちまった。こうして、いやん、いやん、それちょ、こっちのセリフ、それ、ちょっとちょっと黄色子、あー、また、楽しかった、いや、強いな、あ、もう、初手、初手間違えた。こういう時のリカバリ方法を学ぶべき。あ、でも、あ、もうゴミが。考えてるとダメだー。ゴミを、あ、あ、あ、ゴミを、ワタン。え、タニゴ？タニゴって言ってるの。そんなことある？タニゴって言ってた？本当それ。
一回聞くとそういう風にしか聞こえんくなる。イエーイ。はいはい、うーぽぽうー、せーの、ゴーゴーレッツゴー。